そうですね、アニメトレンディングアワードでベストサウンドトラック賞を受賞させていただいたことは本当にびっくりいたしまして、その連絡が来た時は本当にちょっと信じられなくてすごい嬉しかったっていうのが率直な気持ちです。1曲目の Somewhere Not Here っていう曲がありまして、それはオーケストラだけじゃなくて、あと合唱っていうクワイアっていうその大人数のコーラスっていうのをハンガリー語で録音をしたんですけど、その楽曲がすごく印象に残っています、はい。ヴィンランドサガは薮田監督のアーティスティックな面がもう前回の作品というか、すごく最近のアニメには珍しいなんか内向的なメッセージ性もすごく強い作品だと思ってまして、僕もいくつか今までやらせていただいた中でも非常にそういうちょっとこう内面的な感情の強さとか、そういうところがすごくパワフルな作品というか、自分もなんかすごいやってて、すごいなんかやりながら作曲しながらこう引き込まれていったみたいなメッセージ性の強い作品なので、多くの方が見てくださっているっていうのはすごい嬉しいですし、これからも楽しんでいただけましたら大変ありがたいです。